こんにちは、糸仕事です。この YouTube チャンネルは仙台の毛糸や糸仕事が編んだものや毛糸などをご紹介するチャンネルです。今日は機械編みの、ベストのプロジェクトをご紹介したいと思います。今このアングル、糸も映ってるかな、ここに今編み機を設置してるんですけど、先日ゴールデンウィーク中に、東京浅草橋の糸利子さんという毛糸屋さんに行ってきて、毛糸を買ってきました。ご紹介しよう。はい、ちょっと今編み機にくっついてるのであれなんですけど、糸利子さんは工業用の糸の、残糸を扱っているお店で、こんなコーン巻きの、コットンとポリエステルだったかなの、白と黒のちょっとなんかブークレーみたいになってる、違うな、なんて言うんでしょうね、スラブか、スラブの白いコットンの糸に、黒いストレートヤーンが絡まってるっていう感じの糸ですね。これを 250g 買ってきました。でコットンだし、細いし、サマートップを編もうかなと思って、キャミソールかタンクトップみたいなのをイメージしてたんですけど、はい、で帰ってきて早速、編んでいます。今日の仙台は15度とかで、なんか正直もう寒くて、サマートップみたいな感じなんですけど、セーターにショールに久しぶりにフル装備でございます。でまず、スワッチを編んでみまして、今回 4.5 ミリピッチの細編み機という細い、糸を編む方の編み機で編んでいます。こんな感じで大きめのスワッチを編みました。で幅が上の方が太くて下が細くなってるんですけど、下はまずゴム編みでダイヤル5で始めて、ダイヤル6で少しメリヤス編みをして、ダイヤル7、8、9、10という風に、ダイヤルを変えながら、緩さを変えながら編んでみました。でやっぱり下の方はちょっとね、硬い感じで目が詰まってます。ちょっとサマートップスイメージしてたから、暑いかなと思って、で上まで行くと結構ドレーピーな感じに、やっぱり緩く編むと本当柔らかくなってきます。で間を取って今回はダイヤル9ぐらいがちょうどいいかなということで、ダイヤル9で編んでいます。でちなみにここにちょっと穴が開いてるんですけど、こうやって見えるかな、これはダイヤル何で編んだかっていうのをちょっと穴の数でメモしてます。はい、ということでこう布を編んでみて、どんな感じにしようかなっていうのを考えました。でこれ編んでたらね、なんか想像してたよりもこのブークレの白のポコポコが存在感あるっていうか、特に裏雪みたいな感じで、なんかちょっとパッと見暑そうに見えるなっていう風に私は感じたので、あんまりサマートップスっていうよりは、こう秋か春、季節の変わり目に、重ね着するベストみたいな感じの方が着やすいかなと思って、これ1枚で着るというよりは重ね着するかなっていう、そういうイメージで今編み始めています。で後ろも可愛かったんで、やっぱこのブークレのポコポコの出方が違うんですよ、前と後ろ で裏もいいなと思ったんですけど、とりあえず表を使おうかなと思ってやってます。はい、で今どこまで編めたかというと、後ろ身ごろがちょっと今赤いのはステイトなので後でほどきます。後ろ身ごろが編めました。いい感じのサイズ感かな。はい、で今前身ごろを編んでいて、前身ごろの、この辺ぐらいまで、下から編んでここら辺ぐらいまで編めたところです。このまま今日は前身ごろを完成させて、その後、その次は何かな、肩を片方剥いで首のゴム編みを編んで、袖のゴム編みを編んで組み立ててという感じになります。ちょっとした作業動画をお届けできたらなと思いますので、よかったらちょっといい感じの音楽を入れておきますので、何か編みながら作りながら見てください。じゃあ機械編みのプロジェクト、久しぶりにお届けしたいと思います。
espejo en la maleta. ¿Por qué? Lágrimas de adiós se van secando. Fueron muchos los paisajes que vi pasando. ¿Por qué? Conmigo buenos recuerdos en mi memoria. ¿Por qué yo no puedo vivir así? Mi vida ya no es junto a ti. Wear a hat, sometimes play chess. And when I'm out, I'm looking for that vintage fling. But all complexions that I adore, so hard to find, they seem impossible to score. So I dream of, to someday find that vintage love. Thank you.
できました。いかがでしょうか。はい。昨日の夜ですね、家に持って帰って、巻き止めとか、始末、脇を閉じたりとかしてたんですけど、結局昨日編んでたこの袖のリブがちょっと緩すぎて、すごいヒラヒラしてて変だったので。今日またお店に来て、ここを編み直しました。そして今回はお店にクルールっていうリンキングマシン、こういうなんだろうな、パーツをつなぎ合わせる、まあ、縫い合わせる機械があるので、それを使って、袖をつけて、脇も縫い合わせました。で、縫い合わせるときに、閉じ合わせるときにこの糸がポコポコしてるので、すごい引っかかるんですよね。なので、閉じるところは別のコットンの糸を使って、ちょっと黄色なんですけど、はい、ちょっと見えると思うんですけど、ここの部分とか袖の裏とかはちょっと黄色い糸を使って、処理してます。まああんまりちょっとね、縫い目をこうすごい引っ張ると一応ちょっとは見えちゃうんだけど、普通に着てれば、まあ、見えないのでいいかなと思います。で、とってもストレートな滑りのいいコットンの黄色い糸なので、何も問題なく、クルールも使うことができました。で、結構前から持ってるんですけど、あんまり使ったことがなくて、前使った時はなんか針を折っちゃったりして結構大変なことになったので、ずっと放置してたんですけど、とってもスムーズに、閉じることができました。で、今日は仙台は昨日と打って変わってとてもいい天気で、暖かいので、今試着してるこのタンクトップの上に着てるんですけど、こうやって見るとやっぱりサマートップスでいけるなっていう感じになってきてます。はい、なんかの上に重ねて着ようかなとかって言ってたんですけど、結局なんかこれ1枚で着てもいいかなっていう気がしてきました。ここのリブをちょっとね、きつめに直してよかったなと思います。首も緩かったんですけど、もともとのデザインだともうちょっと肩こう乗っかる感じで考えてたんですが、ちょっとこうキャップスリーブというか少しドロップさせた方がいいかなって、ここも少しだけ伸びる、ここはあんまり伸びないように一応してはいるんですけど、これ以上伸びないんですけど、ここまでは行くのでこんな感じで着て、そうするとネックラインも少し伸びるから、結構この首の後ろのところの布がここが緩く余ってたんですけど、少しこう広げて着るようにするとちょうどよく収まりが良くなったので、ちょっとボートネック風ハイネック、ちょっと高めのね、ネックラインで、これはこれでいいんじゃないかなという気がします。割とやっぱりでもちょっとあったかくはあるので、はい、今の季節にちょうどいいかなという気がしています。いかがでしたでしょうか。コットンの糸でサマートップスを編む機械編みのシリーズでございました。次は何かな、このまままた次のプロジェクト機械で編もうかなと思ってるんですけど、息子のベストかな、まあ、もうあんまり暖かくなってきたのでいらないんですけど、ちょっと前に父に編んだセーターとお揃いのベストを編みたいなとずっと思ってたので、ちょっと編んでおこうかななどと考えております。また機械編みのコンテンツも、動画も載せていきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録をして、また次の動画をお待ちください。じゃあ今日は見てくださってありがとうございました。またね。